今日はペルチェ素子を使ってラズベリーパイの冷却システムを作りたいと思います。今回の目標はペルチェ素子を使ってラズベリーパイの CPU 温度を35度一定に保つことです。ペルチェ素子を使用した CPU クーラーとしてはクーラーマスターの V10 がありました。こちらは2009年頃発売されたようです。ただし CPU クーラーのサイズが大きくなること、重量が 1.2kg と非常に重くなること、またペルチェ素子を使うことによって最大消費電力が 70W 程度上がることなどからそこまで流行らなかったようです。ただペルチェ冷却自体には個人的に非常に興味があります。なので今回ラズベリーパイ用のペルチェ冷却装置を作ってみたいと思います。それでは早速ペルチェ素子を使った冷却システムを作っていきたいと思います。ラズベリーパイの CPU の上にちょうど乗っかるサイズのものを使用しました。なので 15mm 角のものを選びます。ペルチェ素子の定格は 3.7V5A です。こちらは900円で Amazon で購入しました。これは大型の CPU クーラーです。ペルチェ素子の持っている力を 100% 引き出すためにはペルチェ素子の発熱面を正しく冷却してあげる必要があります。なのでこのくらい大きな CPU クーラーが必要になります。ちなみにこちらは前回の動画でも登場していますけども、実はこのペルチェ冷却をするために買いました。これはペルチェ素子用の電源です。家にあったものをとりあえず使います。次にペルチェ素子用のドライバーです。今回は LED ドライバーを代わりに使いました。 Amazon で2個セットで670円です。ペルチェ素子の最大電流 5A まで流せるものを購入しました。また低電流モードに対応しているのもこちらの商品を買った理由です。まずこちらのドライバーのセッティングをしていきたいと思います。いきなりペルチェ素子につなぐのではなくて、まずは抵抗負荷で試します。ドライバーの出力端子を負荷に接続します。そして電源をドライバーに接続します。電流と電圧計は常にクランプメーターとマルチメーターを使って測定します。こちらが電圧調整用の可変抵抗、そしてこちらが電流調整用の可変抵抗です。今回ペルチェ素子をどのように駆動するかなんですけども、常に低電流を供給するように駆動します。まずはじめに出力電圧をペルチェ素子の最大電圧程度に調整します。次に低電流モードで動作させるために出力電流を絞ります。とりあえず出力電流は 0.2A に設定しました。これ以降はどんな負荷をつないでも 0.2A 以上の電流は流れません。抵抗負荷を外して次はペルチェ素子を接続します。ペルチェ素子の発熱面を冷却するためにとりあえずジャンク PC から取り外した CPU クーラーを使います。放熱用シリコーンをヒートシンクに塗って、そしてペルチェ素子を貼り付けます。電源を入れました。先ほどセッティングした 0.2A 流れています。実際に流す電流値なんですけども、これはですね、実際にラズベリーパイにこの冷却装置を組み込んでから微調整していく感じです。これはマルチメーターの温度測定機能を使ってペルチェ素子の冷却面の温度を測定しています。室温は25度でペルチェ素子には 1A 流しています。ペルチェ素子の表面温度はだいたい2度くらいまで低下します。さらに電流を流して 2.6A 流します。この場合ペルチェ素子の表面温度はマイナス15度になりました。このペルチェ素子を使ってただひたすら CPU を冷やせばいいかというと、そういう問題でもないんですね。ただひたすらにペルチェ素子を冷やし続けるとペルチェ素子の表面部分に結露が発生します。この結露によってできた水分が基板上に落っこったりするとですね、基板上でショートしたりして電子機器が壊れる原因になります。なので温度を適切に制御してあげる必要があります。なので今回はラズベリーパイ側でペルチェ素子をうまいことを制御することによって結露を発生させないように制御します。具体的には Python を使って常に CPU の温度をモニタリングします。そして CPU 温度が下がりすぎないようにペルチェ素子を制御します。だいたい室温くらいに制御します。次にペルチェ素子をラズベリーパイに取り付けていきたいと思います。ペルチェ素子の冷却面を CPU 側に、そして発熱面をヒートシンク側にします。こんな感じでペルチェ素子を挟み込みます。このままだと挟み込む力だけでペルチェ素子が固定されているので、何か固定具を作ります。各部の採寸を行い、そして 3D プリンターで固定具を作成しました。こちらが印刷物です。そしてこちらの印刷した固定具を CPU クーラー側に取り付けていきます。はい、こんな感じでペルチェ素子がうまいこと固定されます。いくら動かそうとしても動きません。
ペルチェ素子を挟み込んだ状態だと CPU クーラーを固定する金具の部分がペルチェ素子の高さ分浮いてしまいます。ペルチェ素子の厚みを測定し、そして高さ3ミリのスペーサーを作りました。放熱用シリコーンを CPU クーラーに塗って、そしてペルチェ素子を貼り付けます。 CPU 側にもシリコーンを塗って、そして先ほどのやつを乗っけます。こんな感じでペルチェ素子をうまいこと取り付けることができました。次に冷却システムの全体像を説明します。ラズベリーパイの GPIO14 の端子がオンオフすることによって、先ほどのペルチェ冷却のシステムが動作するかを決めます。ラズベリーパイは常に CPU の温度をモニターしていて、温度が高くなった場合はこの GPIO をオフ、そして温度が低くなった場合はこの GPIO をオンにするといった感じです。GPIO 端子とペルチェ素子ドライバーの回路はフォトカプラーを使って電気的に絶縁します。フォトカプラーを使って電気的に絶縁する理由なんですけども、こちらの中華製のペルチェ素子ドライバーからおそらくノイズが撒き散らされていると思うので、そのノイズがですね、ラズベリーパイに影響して誤動作する可能性があります。それを防ぐためにフォトカプラーで絶縁します。フォトカプラーの出力電圧によって MOSFET をオンオフします。これによってペルチェ素子ドライバーが動作するかしないかが決まります。ペルチェ素子が動作しているとき、 CPU に当たっている面は冷えます。反対側の CPU クーラーの当たっている面は発熱します。フォトカプラーと MOSFET 部分の回路を作ります。どんどん部品をハンダ付けしていきます。そしてこちらが完成した回路です。信号用のコネクターと電源用のコネクターも作りました。こちらが完成したペルチェ冷却システムの全体像です。ラズベリーパイの GPIO からフォトカプラーに信号を入力します。絶縁された信号が冷却システムが動作するかしないかを決めます。ペルチェ素子とそのドライバーを接続して、そしてこの装置が動作しているとき CPU は冷えます。次に Python で CPU の温度を制御するプログラムを書きました。 CPU の温度がだいたい35度一定になるようなプログラムを書きました。先ほど書いたプログラムを実行できるシェルスクリプトを書きました。こちらのシェルスクリプトは起動時に毎回実行するように設定します。ペルチェ素子を入れたことによって CPU はよく冷えると思います。なのでラズベリーパイの CPU のクロック周波数を 2.0GHz までオーバークロックしてみます。通常は 1.5GHz です。オーバークロックのやり方については前回の動画で解説しています。こちらは実際にペルチェ素子に流す電流のセッティングです。 3A 流すことにしました。オンオフすることで 3A と 0A の間を行ったり来たりします。 3A も流すとこちらのドライバーの方も結構発熱してきます。こちらも冷却必須といった感じです。次に CPU 温度がどれくらい冷えているか確認したいと思います。CPU に常に 100% の負荷をかけた状態で CPU の温度を測定します。 CPU へ負荷をかける方法は OpenSSL コマンドを使いました。 CPU 温度の測定方法が知りたい人がいたら前々回の動画を参照してください。概要欄にリンクを貼っておきます。こちらが温度測定の実験結果です。横軸が負荷をかけ始めた時からの時間、縦軸が CPU の温度です。CPU のクロック周波数は 2.0GHz、 室温は25度一定の条件で測定しました。 CPU クーラーだけを使っている場合、 CPU の最高温度は43度になりました。この CPU クーラーだけを使った場合ってのは、間にペルチェ素子を挟まないで CPU のヒートスプレッダーと CPU クーラーの底面部分を直接接触させた場合ですね。ペルチェ素子を使った場合はどうなったかっていうと、 CPU の温度はマックスでも37度ですね。目標値の35度ほぼ一定に保てています。ちなみに標準ケースに付属しているヒートシンクと冷却ファンだけでオーバークロックした場合、 CPU の温度は69度付近まで上昇します。なのでペルチェ冷却がいかに冷えるかというのがわかると思います。まあこの場合だと大型の CPU クーラーだけでも十分に冷えてますけど。ペルチェ素子の消費電力測定もしました。直流電圧 2.2V、 直流電圧 2.9A がペルチェ素子に供給されています。
こちら測定結果です。ページェ素子だけで 6.5W も電力を消費しています。ラズベリーパイ本体だけで 8.4W 電力を消費します。なので冷却にかなりの電力を使っていることがわかると思います。この中にはページェ素子用の電源だとかページェ素子ドライバーの損失だとかそういったことは考慮されていません。なのでさらに消費電力は大きくなると思います。冷却システムが動作しているとき結露とかそういったのは特になかったです。こちらはペルチェ冷却システムを30秒の時点でオンさせた時の CPU の温度です。 CPU の温度がだいたい47度くらいなんですけども、オンした直後にすぐに35度まで下がっています。次に CPU がどこまで冷えるか試してみます。ペルチェ素子の最大電流 5A 近く流してみました。だいたい20度くらいまで冷える感じでした。はい、というわけで今日はラズベリーパイにペルチェ冷却システムを導入しました。ペルチェ冷却やってみたんですけども、まあよく冷えるってのはいいと思います。ただですね、システム全体の大きさがですね、かなり大きくなってしまうんですね。あと消費電力もかなり大きくなりますね。これらがペルチェ冷却システムの弱点だと思います。ラズベリーパイくらいだったらペルチェ冷却システムは正直言って必要ないかなというのが感想です。あと大型の CPU クーラーだけでも十分にラズベリーパイは冷えますからね。それでは動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。